突如決定したエイマーシスト弱体化。その日パッドプレイヤーは思い出した。エイマーシストに支配されていたことを。当たり前のものを奪われる悲しみ、湧き出る憎悪、反逆への決意。ということで今回はパッドプレイヤーがキーマウでプレイしたら一体どのくらいプレイできるのか、後半の7分からはエイマーシスト弱体化についてのわしの意見を話していくぞー。遺伝子サービス。アダルトチーカーの声優俺でよろしくお願いします。武器構成が床 F。 じゃあ俺キーマウでやって、今から普通に今からキーマウでやっていい、急にこの重要な試合で。これチャンピオンっていうかね、ちゃんとプラスならプラスに上がるっていう、この重要な試合で。すいません、どうもネタ界の床 F ことアクメイン行かせていきます。まあそういうことっしょ、やっぱキーマウっしょ、さすがにね。はい、スパグラ出してと。うえ、まあまあ、ゆかえさんもスパグラ1回ぐらい見せるでしょ、1年で。それ今来た、俺。今見せたけど。次もう見せないよ。まあまあ、見せるでしょ、ゆかえさんも。年に2回ぐらいはスパグラ。その2回が今収束した、俺の右腕に。うえ、うえ。俺のキャラコンみたい、いいよ。おい。よいしょ。まあまあまあ、一旦ハイジャンプは習得と。ポータル奥は。これどうやって武器出すの？これか。これどうやってバリすんの？これか。これここストレイフで横入れるよ、ちなみに。こんな中。やばくない？これ。これやばくない？本当にできた。てかこれクレバじゃね？ああ！すいません、クレーバーだけ取っちゃいます。はい、シッターシッター、はいシッター、はいシッター、マクロ積んでるよ俺。大丈夫？怖いんじゃないの？俺のマクロ怖いんじゃない？おいシッター、マクロ破壊してやるよ。これどうやって警告すんの？うわーやばい、あっこれやばいの来る、やばい、あーこれやばい、やばい、やばい、マジやばい、やばい。おいどうもお疲れ様です。ケツはなんか来ておくらんの？あのルーでございます。やべ、マジ。了解。こっちだ。マックスダメか。あ、無理か。意外とキーマー当たってる。前段命中今んとこ。これもう一回いけんな。なんで死なねえの？てかあれでやばいでしょ、クレーバーヘッドで死なないの。どういうこと本当？登りたいんだけど。うますぎキャラコン、どういうこと今の。あやっべ、これワンチャン今上いないと思う。行こう、みんなで行こう。これいない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 。うわマジかよ。これリング縮まればこいつらやるから、勝手に。あいつだけは俺殺す、任して。140バカが死ね、ゴミ。あやばいやばい、どうやってしゃがむの？これだ。さすがにだろあれは。さすがに浅いな、あのミラージュ。うわ偽物だった、おちんちん。え今当たってないの、マジかよ。うわうさ、 PK2 丁になっちゃった、 PK2 丁になっちゃったよ。やばい、武器構成いかれてる俺。 PK2 丁になっちゃったよ。ポータル叩んでミラージュ1枚なんだ、あっちやりません。 OK、 入ってほしい、次これ。逃げてる逃げてる、大丈夫、ここでいい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 、左回り、これ行きましょう、こっち。あ、でもやるしかねえ、こいつら。こうやろ、こうやろ。やってた！ゆっくりゆっくり。俺らのエリア広い。ほら来る、ほら来る。あー、無理だ！ゆっくりゆっくり。あー、どんまい。ありがとうございました。俺、キーマウいけるのでは？プラスいったわ、だからキーマウでちゃんと。残り3部隊。俺らしかいない。
すいません、ちょっとキーマウ今日始めたんで頑張りましょう。キャラコンうまい、俺マジか。これでキーマウ1日目マジか。できるやつの動きしない、なんかやばいやばいやばい、できるやつの動きしてる。ほらほらほら、できるやつの動きしてんだよ完全に。まあこれパッドのみんなには無理だろうな、ここ入るのめっちゃ楽。うわ待って、あれ欲しい。あそこクレーバーのとこポータル焚いてあんち行きません。僕らちょっとだけ耐えてほしい、家中。これ入ってほしい、これめっちゃ安全、これめっちゃ安全、これめっちゃ安全なとこポータルさんいら。オッケーオッケーオッケー、今回も敵の消そうな、いっぱい確証。あマジか、クレーバーゲットしたんでマジだと任せて、マジだったら俺に任せて。189ヘッドヘッド入ってる子、マジでこっから俺の時代最強クレーバーなんで、マジ任せて。クレーバーだけはマジ世界10万まで。どこいます今敵、そっちか、そっち来たのか。オッケーオッケーオッケー、うわマジか、今それ当たんねえんだ俺。やっててしまえ、やってる、ゆっくりここね、やばいし、これやば、俺あれアサリ行くか、なにこれ、こっちか。オッケー、俺アサリ展開行く。オッケー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 、それクレバーで俺ぶち抜く。140無理だ、ナイスパイロン、えガチナイス。これ真下ありつきます、俺189上レイセッタ、カクカクカキル、やべおおプーさん、うち漏れちゃったおー僕たちの 0.4 が、僕たちの 0.4 が奪われた。はい、ということで秘宝エイムアシスト弱体化ということで、いやこれはもう秘宝だよ、俺たちパッドユーザーからしたらもう秘宝でしかねえよ。皆さん見ました？昨日のシーズン22のパッチノート。エイムアシストの値が 0.4 から 0.3 になるのが確定しました。これ終わりです。次のエイペックス引退します、僕。ありがとうございました。はい。まあ、っていうのはもちろん冗談なんだけど、いやー、なんかいきなり来たね。EA 君やっぱ突然革命を始めようとするね。別に何かそのヒーローになろうとしなくていいんだよ、お前らはヒーローになれないんだから僕が守らなきゃみたいな感じでさ、なんか急にね唐突に 0.4 から 0.3 にしますみたいな、お前英雄になりたがんな。まあ一パッドユーザーとしてもう率直に悲しいです。そらそうでしょ、 0.4 か 0.3 だったら 0.4 のままの方がいいからな。まあ、だし、まあ、今の Apex ってさ、もうほとんどがパッドプレイヤーだと思うんだけど、その Apex がね、最近ちょっとオワコン気味なのに、そのまたパッドユーザーを突き放すようなアップデートをして、シンプルに大丈夫なのかなっていうその心配もある。別にこのエイムアシスト弱体化のアップデートをしたところで、キーマウユーザーは多分帰ってこないよ、もう。一度離れたキーマウユーザーは帰ってこない。もちろんそのパッドが嫌でさ、やめてったキーマウプレイヤーもいると思うけど、それ以上にね、EA 君、このゲーム破綻してるんで、足音もなければチーターもバンできない。そういうとこが原因なんだよ。なんかそのね、僕たちパッドのせいにしようとしてますけど、EA 君。きっとパッドがいるから僕たちはオワコンになったんだみたいな感じで思ってると思うんだけど、いや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 、パッドを使えるようにしたのあなたたちですよね。僕たちはこのゲームでパッドが使えるから使ってるだけなんですよ。お前が始めた物語だろ、いいえ。俺たちは被害者だ。そうだ。俺たちは、お前らが決めたルールの中で楽しんでいただけなのに、
俺たちは被害者だろ。なんでお前ら運営が被害者ぶってんだよ。はぁ、あ、お前らが加害者だろ。すいません、ちょっと今回もね、先行体験呼ばれなかったんで、ちょっと感情が表に出ちゃいました。すいません。で、まあここでね、みんなが気になってるのは、赤メインお前来シーズンどうすんのみたいな感じを思ってると思うんだけど、まあもう普通に答えは一つなんですよ。普通に 0.3 の環境でパッド使ってみて弱かったらキーマウに移行する。で、逆に全然 0.3 でもパッド強えやってなったら、まあそのままパッドを使う。もう本当にこれしか言えないね。だってわざわざね、弱えなって思いながらパッド使う意味もないし、だったらその間でキーマウ頑張って練習した方がいいじゃん。いや、もちろんね、そんなキーマウ移行したって最初もうクソ弱だよ。クソ弱で全然配信も映えないだろうけど、まあ、もうそれは練習するしかないからさ。で、まあ逆にパッド別にまあ 0.3 でもやれんなってなったら別にパッドでいいから、まあ一旦来シーズンになってみなきゃわかんねえな、そこは。まあ個人的にはマジでどっちでもいいかなと思ってんだけどね。もうパッド使っててもなんかこれ以上ね、そのなんか上手くなる感じもなかったし、だったらさ、そのキーマウね、下手な状態から始めて、やっぱ成長を感じてそれをモチベにつなげた方がいいやっても思うし、まあ正直マジでどっちでもいい俺は。まあ来シーズンプレイしてみて使いたいなって思った方のデバイスを使います、僕は。まあなんか噂によるとね、 0.3 だとそんな変わんないみたいな話も聞くんだけどね。まあでもさ、とはいえさ、そのマジの上手い人らは変わんないかもしんないけど、俺みたいなその一般ユーザーってさ、やっぱエイマーシスに頼ってるから絶対。そのうちの 25% なくなるって考えたら結構変わんじゃねえかなって思っちゃうけどな、俺は。正直エイマーシスとなかったらマジで弾当てらんないからね。その親指一本で細いスティック動かして、それで敵を追い続けるって、まあ人力じゃ無理なんだよね、絶対。まあだからそこを助けてくれるエイムアシストではあったんだけど、まあそのやっぱ上級者になればなるほどね、そのエイムアシストが強いんじゃないかってことで、多分弱体化が入ったんだけど。まあどうなんだろうな、全くわかんない正直 0.3 になって。そう、どのくらいアシストがかかるのかとか。まあ僕先行体験呼ばれてないんでね。まあなのでね、とりあえずは一旦シーズン22をプレイしてみて、まあキーマを使うのか、それともパッドを使い続けるのか決めたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。